午前10時、大阪天満橋にあるテレビ大阪新社屋にやってきたのは、今から、大阪をずっと自転車で走ります。初めてこういう自転車乗るの。俺も大阪西成区出身の夫赤井秀勝さんと妻よしこさん、そのよしこさんが X でつぶやく赤井さんの日常が面白いと大バズり中の夫婦です。今回2人に自転車で走ってもらうんですが、今テレビ大阪ですよね、うん、ほぼどこも知らない。ああ、通天閣ぐらいな、知ってんの。え、西成どこ。西成湖ね。あ、私ここしか知らない。で、ゴールが天保山ということで、あ、観覧車がありますな。二人に渡されたのはスタートのテレビ大阪とゴールの天保山だけ書かれたマップ。自転車で巡る汽車、通称チャリ汽車となって大阪のおすすめスポットを取材。番組オリジナルのマップを作ることが今回のミッション。大阪出身の赤井さんも知らない絶品グルメや、なにわのはちゃめちゃ豪快お母ちゃんを発見。さらに赤井さんが市場に就職。夫婦が自転車に乗って永遠の愛を誓います。チャリ汽車大阪編、今回はどんな自転車旅になるのでしょうか。あいにくの悪天候ですが、チャリ汽車スタート。よしよしよし。おお、天気残念だけどまあまあ気持ちいいね。気持ちいいね。ね、大阪は川が多いね。多いよ。ね、もう橋は808あるからね。あ、そう。800ヤバシで。本当。はい。すごいね。こんなことなかったら大阪二人で自転車なんか乗れない。まあ確かに。うん。今回二人が乗るのは。e バイクと呼ばれるスポーツタイプの電動アシスト自転車、宮田サイクルのクルーズ i6180 です。天保山行ったことない。天保山って、海遊館とかある方。え、ユニバーサルスタジオとかある方の、もっと南。の、もっと南。青森県出身のよしこさん、大阪の名所にはほとんど行ったことがないんだそう。最高だね、ここ。今の緑好きやったし、この季節の。ああ。うん。ね、ここ魚いるかな。え、あ、どうやろうな。デート、デートって何よくしてんもんな。デートってしたことあるっけ。あるやろ、そら。え、どれだっけ。恋愛中に。え後楽園。後楽園ホール、あ、遊園地か。遊園地行ったね。35年前だ。そうや。行ったね、35年前ね。それ以来か。デートなんかすることないもんね。なんでだっけ。なんでよ。なんでやって。35年ぶりのデート楽しんでください。いやー、ちょっとお腹空いてきたね。ねえ。お、おうだいって書いてある、あの、のれんに。あ、ほんとだ。うん。北浜のあたりでうなぎ屋さんを発見。あの、ちょっと撮影可能か、ちょっと一回聞いてきます。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、大将でか。そうです。あ、あの、
撮影させてもらってもよろしいでしょうか。結構でございます。よろしいですか。オッケー大だよ。オッケー大だよ。オッケー大だよ。はい、ですいません、お邪魔します。超老舗店でいただける絶品うなぎ。おいしい。見つけたのは大正元年創業、うなぎ料理の静か。うん、うわ素敵。いやなんて素敵な建物ここ。うまいね。すごいね。なんかね、重々しさを感じますな。まずこれがね、白焼きなんですけどね。まずは白焼き。うなぎ本来の味を楽しむため、軽く塩をつけて。うなぎのそのもの味を。暑さがあれやし。カズ君ってさ、うなぎな丼にするのでも全部使うと多いじゃない。二、うん、切れ残んのよ。私それ食べてる。あ、そうなの。ごめんね。知らなんだ。そしてうなぎといえばこれ、うな重。このうな重、使っているうなぎがとっても珍しいんです。あの京都言うてね、幻のうなぎ、まあ、関西で私とこだけしか大阪では扱ってないうなぎよ。南アルプスの水で育てられた静岡県産の京水うなぎ。天然うなぎのようなうまみが特徴で、出回る数が少ないため幻のうなぎと言われているんだそう。うおー、本当に香りがずっとあのもう顔に当たってる。関西でこのうなぎを食べられるのはここだけらしいんです。こだわりは一度蒸して余分な油を落とすこと。皮や骨まで柔らかくなり、関西風の甘いタレと備長炭で焼いた香ばしい香りが食欲をそそります。普段から食事中は会話が少ないという赤い夫婦。そんな二人の出会いを聞いてみました。東京友達でんし、酒飲むお前しゃあないなってホテルの酒ガー飲んでて、その部屋に会いに行ったのが最初。共通の友人とよしこさんが赤井さんのホテルに呼ばれ訪ねた時が初対面。しかし赤井さんの姿が、入ってきたら中であの浴衣を真ん中から振りってきた俺は荷を出して立ってたという。真っ暗の中にそれぐらい離れたところに、ほんと浴衣こうはだけてて、この辺りに紐してて振るって真っ暗にこうやって立ってたんですよ。それが初対面。裸で振るの時にあったあれが一目惚れだったんですよ。なんでなんですか。そこがね、そうなんですよ。なんでかそこがね、よくわかんないんですよ。もうよしこさんの一目惚れで始まった恋、衝撃的な出会いから結婚へ。その話はまた後ほど。また出発で。はい。しゃ。はいよ。腹ごしらえを済ませ、再び自転車に。続いては大阪駅方面へ向かいます。
ここなんかできんのかな。よっぽど大きなもんやな。すごい土地だよ。広さ。大阪駅の北側、梅北エリア。2013年にオープンしたグランフロント大阪を皮切りに、10年経った今でも都市開発が進むエリアです。左、はい、左何？スカイビル。あ、新大阪から来た時さ、はいはいはい、見えるやつすごいでかいね。続いて向かったのは大阪のシンボルの一つ、梅田スカイビル。赤井さん、なんと初めてだそうで。どうなってんのあれ上。滑り台か。滑り台？怖っ。登り台。登る。登ろう。どうやって登んねんの。あ、天文台。空中庭園だって。行こう行こう。こっちある。あ、こっち来い。建物の撮影許可もいただけたので登ってみます。あ、こんにちは。これね、何メートルぐらいのエスカレーターですか、これ。45メートルある。梅田スカイビルの名物といえば、35階から39階へ続くこのエスカレーター。当時の最先端技術を駆使して作られたらしく、全長はなんと45メートル。何年ぐらい経って？1993年なので、31歳になります。ほんなら、俺ら結婚してから31年やから、同じ年ですね。1993年でした。はいはい、結婚したの、そういえば、はい、31年も経ったんだよ。これが頑張ったよな。赤い夫婦と梅田スカイビルはなんと同い年だったんです。じゃあ、よろしくお願いします。では行きます。うわー、嬉しいな、初めて乗る。うわー、高い。ちょっと、なんで私たちはここ来たことないのかな。神戸の方、神戸の方ね、六甲山とかも見えるんですよ、こっちからね。そして大阪駅のあたりでしょ、これ。ああ、大阪の街並みが、いやー、あ。2人はエスカレーターで40階へ。そこで見つけたのは、おお、こちらでは何が？ホントロックって言いまして、はいはい、あの2人 の、 あの愛の証として、うん、名前と記念日を彫っていただけるという。スカイビルに登った記念に、ハート型の南京錠に刻印をしてもらえるハートロック。2人も掘ってもらいます。今日にします。こちらの方で刻印させていただきます。ありがとうございます。あ、今こう目の前です。あ、そうですか。はい、行きますね。すごい、早い。はい、完成です。うわ、はい、おー、すごい。あ、もちろんです。ひでかず、よしこ、フィリップ司さん。これは娘と娘の彼なんで。あ、本当ですか。はい。で、これをどうするんですか。これですね、あの上にですね、あのルミデッキといいまして、取り付ける場所がございまして。まだあの見に来たら残ってるで、これ。もちろんまだ残ってます。嬉しい嬉しい。このハートロック、屋上の展望台に置いて帰るカップルが多いんだそう。うわー、高っ。外なんだ。うわ、一番上が外って意外じゃない。この日はあいにくの天気でしたが、晴れていれば360度大阪の街並みを一望できます。うわ、斬新。あった。あ、これ、ここじゃない。これ、わあ、綺麗だね。うわ、ほんまだ。あ、綺麗だね。あ、滑るよ。はい。結婚31年、ここで永遠の愛を誓いましょう。よう分かるように一番端っこにしよう。よし、え、入った入ったね。これです。これ、これ、もっとこっち、もっとこっち。
嬉しそうにカメラマンを呼ぶ夫、それを妻がパシャリ。意外、ありがとう。意外いい記念だった、ありがとう。スカイビルを出発する前に結婚したきっかけを聞いてみました。もう年間何百日も東京で仕事してて、でも大阪に住んでましたから、よしおちゃんがある日突然荷物もピアノからタンスから全部持って来たっていうか、あのなんていうの、ああいうのね、押しかけ当時俳優として多忙だった赤井さん、少しでも一緒にいたかったよしこさんは、ある日突然家財道具を持って赤井さんの実家に押しかけたそうです。全然大阪帰ってきても実家帰ってこないんですよ、お父さんとお母さんと私嫌だったと思うんですよ、お父さんとお母さんは。あ、毎日出てってくれって紙が書いてありました。全然行かなかった、ね、いやいや、またまたと思ってました怖い。私今子供、私たち3人いるんですけど、絶対嫌、うちの息子があんな女連れてきた、いや連れてきたらっていうか、嫌でしょ、だって嫌だ、絶対出てってって言ってんのに毎日何が大丈夫ですなのっていう。風変わりな新婚生活のスタートでしたが、今は長男の英五郎さんと次男秀吉さん、そして司さん、3人の子宝に恵まれて31年共に歩んできました。スカイビルを後にし、淀川沿いをサイクリング。自転車いい、うん、気持ちいいね、気持ちいい、はいはい、花火来たとこじゃないの？そうそうそう、あのみんなで来たね。いやー、こんな風に大阪過ごしたことない。お、あねー。ごめんね。風下なんだから私。お。よくそんなちょうどよくいいやつ出るね。どこ行くの、これから。これまっすぐまっすぐ市場にも行きますよ。何市場？卸売市場。へー、傷しか行ったことない。うん、まあまあ傷も大きいけども、卸売市場はまた大きいよ。赤井さん希望の大阪市中央卸売市場に向かっていると。いいね。いいね。お、なんか何これ、わからん、なんだろうか。自動販売機がいくら？いや、50円。50円、なんだ50円の激安自動販売機を発見。安いものだとなんと30円。ただし何が出るかわからないようです。何が当たるかわからへんってこと。はい、まず30円からいきましょうか。そうだね。どこに、ここ、いや、こっちやな、こっちやな。え、そっちか。あれ、何、ねえ、あれあれ、出えへんで。出ないってどういうこと。わからん、これやろ、こっちか。あったー。30円で。30円だって安くない？30円でホットミルクのカルピス。ホットかな、いや分からへん。
冷たい。冷たいね。まあね、温めればってことでしょ。まあまあそういうことだ。安っ。50円。待て待て待て、どれでもいいわけでしょ。うん。じゃあ。あ。でか。じゃあこっちの方が良くない？まあ50円やな。うん、美味しい。うわ。何何美味しいじゃん。いや、むちゃむちゃ甘い。赤井さん、甘くない飲み物が欲しいと200円を入れました。いけ、味わえるか分かりません。出へんで。あっ、あはっ、茹で小豆。いやいや、美味しいけどね。いや、美味しいけども、美味しいけどね、いらんな。いや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 。ここでもマップに載せるため記念撮影。それでは市場に向かいましょう。急に来て撮影させていただけるんでしょうか。ちょっとテレビ本部でちょっとお聞きします。ええ、ちょっと待って、ごめんください。あ、すいません。赤井さんどうも。はい、あの自転車でちょっと中入って、はい、いいですか。いいですよ。あの中を縦横無尽に走ってもいいですか。一応大丈夫ですけど。あ、そうですか。車だけ注意するだけ。はい、もちろんです。自己責任になります。もちろんです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、いいんだ。よかった。おお。横断歩道渡りましょう。緊張する。撮影許可をもらい、自転車に乗ったまま市場の中へ。そこで見つけたのは、あ、ブレーキ足かん。市場で働く人の絶品グルメや、おいしい、なにわのはちゃめちゃ豪快お母ちゃんに赤井さんタジタジ。福島区にある大阪市中央卸売市場。市場といえば朝早いイメージですが、開いているお店はあるんでしょうか。おー、あー、ここは昆布屋さんや。うわー、昆布屋さんだ。うおー、ようさん昆布が。やっぱり朝早からやってる店ばっかりやから、閉まってるとこ多いな。あ、でもやってる、あっち。わあ、いい匂い。ああ、カツオだね。お昼を過ぎても乾物屋さんなど開いているお店もあります。赤井さん、なぜここに来たかったのかというと、市場やったらご飯の食べるとこもやると思うんやけども、東四郎以外入ったことないから私。赤井さん行きつけは木津市場の食堂東四郎。もう何十年も通い続けていて、よしこさんも一緒に行くそうですが、新しいお店も探したいんだとか。お、お弁当。あ、大吉さんか。ちょっと自転車置いて。あ、いろいろある。いっぱいいろんな定食がある。イカ豆腐に定食。市場で働く人たちのためにお昼でも空いている食堂を見つけました。え、あのちょカメラ入って、あの撮らせてもらってもよろしいやろうか。あ、すいません。OK いただきました。 OK いただきました。あ、いいって。うん、なんかいただきましょう。こんにちは。こんにちは。定食屋の大輝。夜中からお昼まで営業していて、一般の人も食事ができるんです。大将、おすすめは何でしょう。平日は日替わりです。日替わり、はい、豚ですけどよろしいですか。はいはいはい、はい、おぎにピリ辛の味付けしてます。一番の人はね、あのまあもう夜中1時、2時、3時ぐらいからもう働いてらっしゃるから、朝も10時、9時、10時、11時ぐらいやったらもう
市場の人にとったら晩飯の価格でいらっしゃるんで、だから僕らは朝で行ったんやけども、ビール朝から飲んでも罪悪感がないというと、まあ私にもしかしたら怒られないかもしれないっていうねえ、でもみんなに言われる、伸ばしたってって。あ、そうだな。そう、みんなだって家族に対して優しいから。あ、昨日の X で、はい、赤井さんにはどこの人もトイレ貸すって。そう、トイレ貸してどこでも貸してくれるでしょ大阪だと。何軒もトイレ借りてたよ。あ、そうだっけ。そう、赤井さんの面白い日常をよしこさんが投稿した X が大バズり。3年前にはその写真を集めた本まで出版されたんです。大将おすすめ日替わり定食が来ましたよ。美味しそう。この日は甘辛いタレを絡めた豚肉のスパイシー揚げ。たくさん自転車を漕いでお腹が空きましたよね。うんうん、おいしい。ムカツで、うん、おいしい。いくらの、ね、うん、ホタテの肝。ホタテの、うん、ほら、こう身のところに周りについてるじゃん。我が家の夫婦は普段は会話はなく、あの黙ってご飯を食べていますが、大阪久々ですか。食べたいね。ね、久々なんだよ今回。だけど大阪は一人で来ないと意味がないみたいで。え？なんでか分かんない。なんでなのかな。なんだよ、まゆるちゃん来てくれたわけですよ。なんか意味ないねって言ってたじゃん今日。何なんだあけんな。そんな言い方ある？もう大阪の時も眠れなくって、眠いんだけど嬉しくて眠れないって。ずーっとうろうろしてたよ。そう。すごい前から新幹線とかすっごい前からあの。入り口のところ荷物持ってって。この他にも大阪愛がわかる投稿がこちら。天ぷらうどんを頼んだらこんなすごい天ぷらが来て、数天閣みたいや。いつも大阪のことを忘れない。まだ来ないってば。タクシーいくらそこに早く立っても大阪に着く時間変わらないから。普段は大変レディーファーストで優しいが、大阪では早い早い。振り向きません。わかんないんだよね、自分がどれだけ大阪好きかね。あ、そう。他にも市場で面白いものがないか探してみます。あ、はい、こんにちは。こんにちは。皆さんお仕事でみんな乗ってらっしゃるんですけども、これは免許とかいるんですか。普通免許は乗れます。あ、いいですか。市場でよく目にする荷物を運ぶ車、ターレット。ちょっとあの乗させていただけませんでしょうか。え、乗りたいですか。はい。え、カズ君が運転するの。いや、で、これブレーキですね。ブレーキですね。はい、はい、で乗ってもらって、はいはいはい、で、これがハンドル。え、ハンドルはこれ。あ、はいはいはい、です、はい、これがアクセルです。あ、アクセル、これアクセル。まあこれ前やってもらって、あ、ブレーキ足かけて。いや、ゆっくりゆっくり、足かけといてもらって、はい、あ、不満のね、ゆっくりゆっくり言いますよ。はい、おおおお、いい感じです。おお、いい感じ、いい感じ。はい、あ、後ろ、はい、回れますか。回ってる回ってる、上手上手、うまい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 、似合うね。おー、しゃ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 、はい、上手です。おー、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じっくりじっくり。夫が乗るならもちろん妻も。はい、そんな感じです。おー、あー、面白い。曲がります。
か。そうですよ。私が押してるからですよね。押すと走ります。はい。はい。市場のグルメと名物のターレット満喫できました。よしよしよし。おお。待って。2人はターレットから自転車に乗り換え USJ 方面へ。ええ感じの街並みやね。本当だね。うん。お、神社もあるし。この花ストリートだって。はあ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 。大きな通りだね。アーケードあって。ここはこの花区にある昔ながらの商店街。なんか赤井さん何かを見つけました。犬ですね。これ何や。え、普通食べたら癖になる。犬や特製ホルモン焼き。お、ええー、ね。はい、すいません。ホルモン焼き何個？2つ。2個。はい。カマカマ入り入り入ってんの。カマ入り。失礼します。雨を気にして店の中に入れてくれました。 お母さん何年やってますの店。はい、51年。大きな看板が目印のホルモン焼きの美濃屋。これ鉄板で焼いてはんねん。あ、ここにチヂミがあるわ。おー、これチヂミはどうやって食べますの。え、どうやって、食べるの。どんなふうに食べないから。チヂミはえどんなふうに食べはんのかって聞いてんねん。じゃあどんなふうに食べたらいいかなと思って鉄板水あの火つけて両方とも、つけてカチッとカチッとカチッとカチ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 。お母ちゃん手が離せないようで代わりに鉄板に火をつけます。これがつけいいな。これがつけいいな。おばちゃんも忙しいから。すまん、100円いくら取るのあかんから。すまん。あ、ついた。あ、ついた。そうしているから、はい、それから自分で焼いてや、チヂミ。あ、いやいや、あのおばちゃんも忙しいから。あ、奥さん。はい、私あの赤井秀和の嫁です。はい。あ、ごめん、うちこの顔見てへんかって。いやごめんごめん、ケガしていまいな。こちらこそ。いや、まさか私来ると思えへんかったんや。すいません。元気もらいました。思いっきりのお疲れだな。いやいや。この後、なにわのお母ちゃんが作る豪快絶品下町グルメ。なぜかお母ちゃんの代わりに自分たちでチヂミを焼くことになりました。一緒に。はい、うん、ちょっと見ときや。はい、卵をこれ焼くやろ。はい、でこれチヂミ置くやろ。これ見とってや。はい、一枚乗した。うん、でちょっと時間経ったらな。はい、ひっくり返してこっち持ってきて。はい、でまた卵焼くやろ。はい、同じようにするの。もう一枚あるから。はい、はい、もうちょっと置いていて。はい、もうちょっと中入るわ。はい、一番もうちょっとね。もうちょっと、もうちょっと、はい、こう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 。あ、行きました、行きました。それをひっくり返して。いいよ。あ、いいよ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 。ちょっと置いといて。ごま油、はい、ごま油、はい、敷いて。はい、敷いて、はい。いいか、敷きました。はい、卵。卵。やって。はい、卵。はいはい。ロギナ。こうして。燃えちゃうか。いいかな。まだまだ。はい。なあ、受け取り。あ、やったー。いいかな。いいね。おお。
大きい。はい。これ自分で作るって、そこにお箸があるから、はい、そこにあるやろ。はい。できました。できたよ。できました。はいはい、ほな火消しましょう。はいよ。でも消したって。はい、消して。これね。はい。全部ね。はい。はい、消しました。はい。ほな取られて。美味しそう。たっぷりとコチュジャンを。美味しいかも。しらしら。ダメダメ一番で申し訳ない。これだけねちゃんぬくいしに。うん。ほな、おいしい。すぐホルモン焼いてあげるから。はい。うん、おいしい、うん、うん、うん、辛い、うん、コチュジャンを作る、おいしい、お世辞はいらんねんで、分かってるな、はい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 、パチンコやったらちょっとおしこしくわいいですか、ちょっと待ってよ、はい、頼むわ、ごめん、お姉ちゃん、誰かわかる、この人、誰かわかる、はい、わかる、うん、あ、はい、すいません、ありがとうございます、はい、すいません、小学校の時からあんな感じだったらしいです、あの授業休み時間、授業ごとに先生トイレ行ってもいいですか左回転に、うどん屋さん、あ、ちょっとあんた、これ、どこがしようだら、だからこの近辺はね、全部お友達やねん、もはや、お客さん行きたいなって、あ、どうした、あ、いや、一個だけ、あの、ポテトの中に、ちょっと細いの、もうあげる、グレーか、あ、また、お願いします、近くのうどん屋さんが麺をくれました、お、お母さん、はい、そばどないしまんねん、じゃあ持ちなはれ、はい、はい、ほう、おお、お母さん、はいよ、これはホルモンでない肉っていうのも入ってるんですか、牛タン、牛タンも入ってる、へえ、うちはな、はい、野菜食べる方やね、うん、ホルモンでな野菜入ってるところがない言われんねんな、だから言うねん、よそはよそ、うちはうちやからな、うちはこれを食べろって言うねん、彼女、やってみるか、はい、あ、やります赤井さんにいきなりじゃないですか、はい、今でもよう食べはるんですか、ホルモン、まあ、好きですね、好きだね、うん、私は東北なんでホルモンを食べたことが大人になるまでありませんでした、はい、はいよ、あ、はい、はい、はい、お願いします、あ、さっきのうどんだ、どう、本来メニューにはないんですが、うどんやそばを持ち込むとホルモンと一緒に焼いてくれるそうです、このホルモンにうどんがめっちゃ美味しいね、ああ、遠慮するね、タレのありがとうございます、いただきます、どうも、うん、うん、うん、おいしい、お世辞はいらんねんで、うん、いいような本音で物言わなあかんねんで、はい、思わない、そう思います、名物お母ちゃんのうどん入りホルモン、お世辞じゃなくて本当に美味しかったです、お母さん、お気にございます、ありがとうございました、おいしくいただきました、ありがとう、お気に、ありがとうございました、ありがとうございました、そして2人は観覧車を目指し、さらに西へ向かいます。あ、なんか外国みたい。LA みたいだ。ユニバーサルスタジオが見えてきました。え？あ、これ？そう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 。はいはい、でこれユニバーサルスタジオ？おお、そうです。おお、観覧車。あ、観覧車だ。なあ、すごいすごい。動いてる動いてる。観覧車を目指して走っていると、お、天保山渡船場。ああ、あ、これで向こうに渡れんねん。
赤井さん船着き場を見つけました。自転車はええんかな。自転車の方降りて通行してくださいだから、うん、自転車行けるわけや。あ、本当にもう川川船ね。ここから天保山まで船で渡れるようです。受付などがありませんが、これっていくらなのかな。こんにちは、すいません、初めて乗るんですけどもね。こんにちは。こんにちは。これ渡るのにいくらかかるんですか。あ、無料。無料、これはどういう用途で使ってらっしゃいますんですか。あ、通勤で使って。あ、通勤で使ってる。ということはあっちにご自宅があってこっちでお仕事してる。あ、なるほどね。え、でも無料ってありがたいですね。感無量です。USJ のすぐ近くの船着き場から天保山へ渡れる船。この界隈で働く人たちのために人も自転車も無料なんです。広々とした船内なので自転車の積み込みも楽々。初めての渡船で記念撮影。よいしょ。これ渡るのに何分ぐらいかかるんですか。1、2分。片道。片道。いや、しかもこれ移動はただってありがたいね。めっちゃありがたいよ、ね。この川を渡ろうとすると車でおよそ15分かかりますが、船を使えばなんと1、2分なんです。残念。早い。あ、早い、もう着いた。あっという間に到着。ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよゴールの大観覧車へ。天保山の観覧車を目指していよいよラストスパート。観覧車が。大きな観覧車だね。大きいね。近くで見たらかなり大きいね。うわー、下から見たらでかい。でかっ。あ、動いてる。乗るの？乗ろう。ゴールの観覧車は直径100メートル、日本最大級の大きさです。はい、すいません。はいはい。ここからはお二人で乗っていただくので、うん、楽しんできてください。え、二人きり。二人きり、はい、何が起こるか分からへん。何はい、バッチリ。よいしょ。すいません、お気に入り。ありがとうございます。行ってまいります。ここからはスタッフは一緒に乗りません。夫婦水入らずで行ってらっしゃい。いや、ここでも結構高いね。高いね。どこが楽しかったですか。あそこん、自転車が楽しかった。いや、何かあったわけじゃないけど、川沿い走ったのも、うん、あともう一つあそこのあのおばちゃん面白かった。ホルモンの大阪いっぱいいいとこある、うん、もう私大阪大好き、はい、大好きよ、はい、うん、人も大好き、食べ物も大好き。いろんなとこ行こうよ、もうちょっと大阪。天気が良ければ絶景の夕日が見られたんですが、久しぶりの大阪デート満喫できたようです。31年間の夫婦生活を振り返って、赤井さんが佳子さんに感謝の気持ちを語り始めました。何よりも宝物である子供たちを産んでくれたというのも感謝ですし、ずっとそうやって僕の横にいてくれたというのも感謝です。こんなに大人になるとは思わなかった。カズ君と結婚して。あ、そう、はい、どういう意味やろ。いや、忍耐を知ったしね。忍耐、忍、カズ君全然忍耐ないじゃん。あります。ないじゃん。あります。
あります。私はね、もう忍耐で忍耐でここまで来たんだから、だから大人になったから、それは感謝してる。 ありがとうございます。ちょっと、おります。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。ちょっと、一番近いトイレはどこですか？中央の階段下に下がって階段下に下がって、ちょっと急ぎます。10回目じゃないですか、トイレ。ちょっと今回、2人が乗った自転車をメンテナンスしてくれたのが、平野区にあるバイクプロショップスクアドラさん。島のサービスセンターとして優れた技術と豊富な知識で、大阪市内を中心に本格的なサイクリングをサポートしてくれます。